はい、2024年7月6日池袋です、今8時半ぐらいかな、明日が、都知事選の選挙の投票日なので開票日なので、ま、ちょっと都知事選インプレ稼ぎのためにやろうと思います。なんかこう池袋の街歩いてたら、蓮舫に入れるなとか小池百合子に入れるなとかそういう話をしてる人結構いるんですけど、なんか日本がこうダメになったのってそういうところなんだろうなって、俺が嫌いだから あいつらやめろみたいな、なんかそういうほら暇空茜っていうやつもなんかあれでしょ、そのあのリベラルが嫌だからあいつに入れるみたいな、あとは外国人嫌いだから玉神さんとか桜井誠に入れるとか、なんかバカバカしいなと思って、本当に、後藤輝基と庵野高博以外はあのまともじゃないと思うんで、そこを選ばれなかったらまた今回も都知事選はあのバカがバカ選んだなって思っとくことにします。以上。